再びこちら中国広州です。朝のラッシュ、こういうトロリーバスも走ってますしね。07年1月1日から広州オートバイが禁止になりました。タクシーはボルクスワーゲンが多いですね。中国メーカーの車は非常に少ないです。ほとんど見ません。たまに古いタクシーでいるぐらい。カムリがね、アメリカ、こちらで売れてるみたいですね。カムリ、それからフィットですね。ホンダフィットが売れてます。こちらアコードですね。ミニバンはビューイックが GM で、ビューイック銘柄のものがいるぐらいですね。車種は思ったほどバリエーションはない感じに見えますね。ベンツ BM は人気が一応あるということを言ってましたが、あんまり朝ベンツ BM 見ませんね。まあ朝とにかくのバスがすごいです。バスがです。